準備はいいですか？はい、ではスタート。こんにちは。こんにちは。これから発表を始めたいんですが、リビルドも、3試合目ということで皆さん疲れてると思いますがお付き合いください。今とても緊張して滑舌も悪いのでちょっとお聞き苦しいところもあると思いますが、どうぞお付き合いください。そして、今回私が、皆さんにお勧めしたい本はトイレのピエタという本です。まず、私がこの本を手に取ったきっかけというのが2つありまして、まずこの表紙ですが、この金魚が泳いでいる写真なんですが、これ何だろうと思ってまず手に取りました。また、この帯にも書いてありますように、これは、映画が原作で、映画をもとに小説が書かれたんですが、その映画の主演を務めているのが、ラッドウィンプスの野田洋次郎という人で、とてもファンだったのでこの本を手にするに至りました。そしてこの、あらすじや内容に入らさせていただきます。そして、まずこのトイレのピエタという題名ですが、私はよく分からなかったのでまずこの題名について調べました。まずこのピエタという言葉ですが、このピエタというのはイタリアの芸術家のミケランジェロがピエタというのを題材にして作った彫刻作品のことで、このピエタという彫刻は聖母マリアが、聖母マリアがイエス・キリストを腕に抱くという像なんですが、それはイエス・キリストが卓球に処されて、その亡骸をイエス聖母マリアが抱くという像になります。そしてこのトイレのピエタという本ですが、この作品の元となったのが手塚治虫さんの死ぬ前に綴っていた日記の最後の言葉にトイレのピエタとありました。そしてそこにはトイレのピエタの内容として、がんを患った人が、このまま死ねないと考えて入院した部屋のトイレにピエタを書くというものでした。このシンプルなストーリーにこの作者である松永大志さんは、トイレにピエタを書くということはその人生を表しているんじゃないかと考え、この小説を書くに至りました。そしてあらすじに入りたいと思います。まずちょっとずるいのですが、ここを読みたいと思います。大まかなあらすじですが、画家への夢を諦めてフリーター生活を送っていたヒロシ、ヒロシというのは28歳の主人公なんですけど、そして、突然、ですね、待ってください、ですね、フリーター生活を送っていたんですけど、ある日突然バイト中に倒れてしまうんですね。すると、その精密検査を後日受けることが、精密検査を受けて後日その、検査結果を聞きに行くときにですね、余命3ヶ月で胃がんだと宣告されてしまいました。そしてその時病院で奇跡的に出会った女子高生である宮田舞というヒロインと会います。そしてその時はそのたった一度の出会いだったのですが、連絡先をいろんなことから交換して、本当にこの作品の中でも 2,3 回会います。そんな 2,3 回会う中でもこの二人はなぜか惹かれ合っていくんですが、惹かれ合っていきます。そして、この作品では主人公の感情っていう部分を主に取り上げてるんじゃないかと僕は思っていて、この作品の中で、主人公はその最初がんを宣告された時にとても感情が沈んでいたりだとか、がんに対する恐怖とかがあったんですけど、入院生活やその女子高生との出会いによって感情がプラスの方向にどんどん動いていって、最終的にはこの題名であるトイレにピエタとありますように、そのトイレにピエタを書いて、その主人公はどう思ってそのトイレにピエタを書いていくのかという内容になります。僕がこの作品を読んでいて思ったのが、ラブストーリーのようで、そのヒロインと主人公があまり合わないというのはちょっと不思議だなと思って、ビブリオでも紹介しにくいと思ってすごい後悔したんですけど、よくこの作品では
感情の部分でなんか深く書かれているんじゃないかなと僕は思いました。はい、以上です。ご協力のディスカッションタイムです。質問がある方は挙手をお願いします。患者とそのただの女子高生っていうその2人の恋愛の中でその発せられる言葉一つ一つにその少なからず意味があるんじゃないかなと僕は思っていて、依存患者であればその死に対してすごい恐怖を持っていたり、そういうのがあって、その女子高生が思う死っていうのはちょっとその現実離れした死んでやるとか、そういう軽い気持ちの死であったり、その言葉一つ一つにそういうなんか意味がこもってるんじゃないかなと僕は思いました。他に質問のある方はいますか？その本の中で一番お気に入りの場面ってどんな場面ですか？まずある時にプールの中に金魚を撒くんですよ、女子高生。その中で、まあ、その時はただプールに金魚を撒いて終わってしまったんですけど、後日またそのプールにその2人でひょんなことで行くことになって、その時に1匹だけそのプールの塩素の中で生き残っている金魚がいて、そこで泳いでいる金魚とその女子高生がとてもその寄り添うように泳いだり、描写とかそういう描写があって、ここは印象に残ってます。ありがとうございます。伝えられなくて申し訳ないです。伝わりました。ありがとうございました。